私ちゃんと味見はしたから大丈夫だと思うんだけど。次は何がいい？他のおかずがしょっぱいから少し甘くしてみたんだけど。実はね、その卵焼きってお母さんから初めて教わった料理で一番自信があったんだよ。うん、そうかもね。卵焼きだけはお母さんと同じ味が出せるようになったと思うから。どうして？四角私のお料理か。ありがとう。だからチカ君が大好きなんだ。そしたらこっちのミートボールはどうかな。でもやっぱりポテトサラダもマヨネーズから私が作った特製だよ。言ってたよ。その時はまだチカ君は寝てたけどね。
のことなんだけどね。傘はあるの。その折りたたみの。そんなことないよ。たまたま